ピッチクラス、セット理論は、西洋音楽における12の音高の組み合わせに、関する理論。セット理論とも呼ばれるが、日本においてはもっぱらこの名称で呼ばれることが多い。ピッチクラス、セット理論の概念の多くは、1960年にハワード・ハンソンによって、調整音楽と結びつけて論じられた後、1973年に理論家、アレン・ホートによって、 無調音楽と関連づける形で発展された。これらの研究は1946年にミルトン・バビットが執筆した博士論文、The Function of Set Structure in the システムに基づいている。バビットはピッチクラスという用語を音楽に導入し、12音列は3音ずつのセットとして組み合わせることができることを数学的に証明した。以後は、 アレン・ホートが体系化した教科書を出版し、アメリカ現代音楽の正式は一時期これ、一辺倒となった。セット理論を用いて作曲をしたアメリカ東海岸を拠点とする作曲家たちを日本人作曲家の藤枝守はコロンビア学派と呼んでいる。このピッチクラス、セット理論は十二音技法でもなければトータルセリエリズムでもない。 全く別個の12音理論に基づくものであり、当初普及は北アメリカに限られた。現在ではアメリカの現代を音楽を学んだ人々が教鞭をとってこの理論を教えることもある。フレデリック・ジェフスキーが用いている12音組織もこのピッチクラスセット理論が背景になって生み出された。グラフ理論や組み合わせ数学に非常に近い学問である。 なお藤枝守が言うところの、コロンビア学派の最後尾に属する、チャールズ・ウォリネンも、すでに老齢である。ありがとうございます。